皆さん、どうもよろしく頼むしドラマティーです。では、本日は、妖怪ウォッチ、ワウンやっていきましょう。神社の、妖怪の気配頼む、キュン太郎で頼む。あ、それっぽい、それっぽい、それっぽい。どこ行った？早いな。どこ行った？下すぎる。やばい、逃げられた可能性がある。オッケー、負けた。よかった、幸運は。キュンタロウ、あ、かわいい。かわいいってなった。癒される。癒されってやつ、ほんま。一匹やばくね？ちょっとなら、見たい。ちょっと見たい。ところある。キュンタロウの、好物。すげえ思った。ハンバーガーね。オッケー。怖いわ、ほんま。一匹しかやらんのは怖い。あ、ハートなってる。オッケー。キュン！あいつ！あ、かわいい！あ、かわいい！キュンが、俺の心がキュンってなってるわ。仲間にして！あ、やべえ！なった瞬間。来た！おし！一発！君と戦ってキュンと来たキュン！かわいい！やば！癒され。僕の世話を逃がしたいけん。かわいい。はい。スロにしまってやろう。キュン太郎。あー、キュンと来るわ、これは。これはキュンと来るわ。一目惚れが正しいな。うん。一応見ておこう。クーちゃん、あ、かわいい。モモ、あ、モモもいいな。あ、ラブもいいな。ピンク。それはないな、さすがに。どうしよっかな。キュン太郎でしょ？惚れ太郎。惚れ太郎でいいんじゃない？落ちちゃった瞬間に、ほんま。これ。あ、ちょっとこっちは。キュン太郎、惚れ太郎で。もうこれ完全惚れたわ。惚れたわ。惚れ太郎で。お願いします。あ、癒され。でだ。このキュン太郎は、なるほど。進化するには、なんか、その、持ち物がいるね。出てくんのかな？そもそも。愛の尺は？どこで手に入る？妖怪がドロップすると。そう。つくきゅんたやな。持ってんのつくきゅんただわ。終わった。間違えた。ちょっとなんか音なんのやめて。音なんのやめて、怖い。怖い。ほんま怖い。うん。なるほどね。それは2割解したね。これですね。ついつい周りをキュンキュンさせるほどの超絶キュートな大犬妖怪、いるないんや、これ。へぇ。本人も自分の可愛さに気づいていて、うまく周りを利用する。実は腹黒いやつ。腹黒かったんかい。でも、惚れたが最後。うん。腹黒くても、惚れてしまってもてる。もう、すでに。見た目に。いるだけで敵が仲間になりやすくなるね。やつね。これ他にもいるからね。C やろ。惚
カーのやつは、俺が持ってったやつは D とかやったっけ？揺れてるやつ。いけいけん。いや、そっちじゃ。だね。D ですね。ただ、こちらの方がね、いい感じにいけるかなとは思うから。セレブのところ書いてもいいかな。多少ちょっとそれを思い始めている。まあ、いっか、今はいいや。どっちみちね、今何もできないんで。で、あといるのは？じゃあ。歌うなぎもいたな、今。見えとったで、今。歌うなぎやりに行くか。忘れとるやんけって。完全に忘れとるやんけってね、話がにょ。いや、待て。いや、歌うなぎか。いや、無理なんか。そういや、ふと思い出したけど。強制分はまだ無理やろ。ジャニカ分はちょっと厳しいね。歌うなぎは大盛り山に出るっぽいな。マジでか。大盛り山の水辺に出てくるみたいですね。じゃあ、仲間にしておこうかなっていう気になってきた。この先やしとってみて。お、マジか。おぉ、水辺な。それに、この先の方にもね、行かなきゃいけないところあったりするんでね。妖怪の気配ライス。早いなぁ。どっか行った、くそ消えた。あ、え、嘘、え、あれ、どこ行った、こっち行った。早い早い、わからんわからん。やば、あ、これ逃げられたな。あ？いた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 。ちょっとこれきついわ。ん？早いねん、もう！きつ！これ逃げられたな。ほら。きついきつい。早すぎる！ん？あ、違う違う。また違うな。お、妖怪。お、今はなんも用はない。実際に用はない。いやー、いないんかよ。いないか。そうか。さあどう？いるー！どこ行った？もうわからんなろ、もう。どこ行った？やば、わからん。え？え、あれ？消えた！はぁ、やば！もうやっぱ逃げられ、やばいなぁ。早すぎてさ、早すぎてさ、やばいっすわ。これ。どこ行った？
そっちか。ん？待って、わからなってくんねんって。オッケー、なんとか、こわ、なんとか慣れてきた。歌うなぎいた。よーし、ナイス。夜やね、歌うなぎいるの。いやー、よかったよかった。確かこい、ね、肉だったっけ、どうやったっけ、見てみた方がいいかなと思うけど、不安やから先にね、もう、牛タンか。うん。オッケーオッケー。オッケーオッケー。これいいね。いいっすね。最高っすね。歌うなぎ。くだらないねじゃねえんだよ。くだらなくなんてねえんだよ。ね、スケッキーは無法を起こすこと多くね。いやー、仲間ならんな。きついわ。別の見てきっついわ。いない。うん。アイテムあるから取って。ダンシングスターね。アジの干物ね。ああ、よく。C 乗ってたの今。あれ、どこ行った？ま、やば。どこ行った？いた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 。オッケー！なんとか会うのに慣れてきた。最初全く会わんかったけど。歌うなぎ、肉ですね。うん、完全にね。戦う前に上げていく。牛タン上げる。よし、キャッチする。ナイス。頼むで。おお、レベルが上がっていく。来ないか、そっか。また C 行く。あるね。いるね。どこだ？あ？前にいた。あれ、どっか行った。そう。消えた。あ、上にいた。ん？ん？ん？なんだ？どっか行った。ん？きっつ、え、あれ消えた。いやー、まずか、きっつ、逃げられるとは。いやー、いないか。いや、なんかいたな、これ。誰だ君、貧乏いか。なるほど。なんか物くれる子やろ、きっとこれ。貧乏い。違うの。違うっつね、もうお前そこ違うっつね、お前。何やっとね、ほんま。妖怪スポットだ。いいものくれるかなって思ったそこのあなた、残念。貧乏いでした。あなたテンション、ぐんと下げる貧乏いからのプレゼントをどうぞ。いや、ジュインガミでも嬉しいよ。もうジュインガミやぜ、プスシス。あ、そう。何や、何や、この貧乏いめ。欲しい、ナイス。こわ、これでさ、いる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 。ん？どっか行った？あれ？あ。ぬしゃ、出た、早いね、もう。どっか行った、くそ、あれ、どこ行った、消えた、あれ、あ、逃げられた、くそ、
そうか、そうやって判断するのか。今、ようやく分かったわ。いらんな。いらんな。いいやな。いいなんよな。いらん。いらんわ。いらんわ、つか。おらんわ。そうか。ここいるわ、知恵。オッケー、ナイス。いやー、怖い怖い、ほんま。いった、うなぎ怖いわ、こいつ。よし、肉肉肉肉肉、頼むで。オッケー、ナイス。稲妻クレイジー、やってしまい、グレイス、プリスン。オッケー、仲間になってしまい、そして歌うな姫ということよ、ほんま、俺の中では。ど、来ないんかーい、来ないんかーい、やな。あ、ここも C やね、ナイスナイス。気配気配。オッケーナイス。だいぶ、レンズで、レンズ越しに追えるようになってきた。歌うなぎ。最初めっちゃ逃げられとったけど。牛タンね。頼むで、ほんま。回すんか、今度は。マジか。オッケー。オッケー、ルルル、吸い取られたー。3だけ意外といけた。いや、マジ頼むって。そろそろ仲間来たーと思ったら寒がりかーい。お前ちゃうっつーれーってね、うまいかいよー。てか寒がりってさ、誰かと、サムガルルになるんか。お、お、おっと、ちょっと待てよ。ニキいるな。いや、ガリ王子にはなる。ほう？これはなんだ一体。あー、なるほど。雪よるまと、まだまだ無理やね。うん。うん、なるほどね。もう一匹いる、じゃあいるわ。やっとこう。サムガリ！サムガリ！あ、サムでいい、サムでいいんじゃね、サムで。唐突の。外国人の名前シリーズ。サム。サムガリをサムということにさ。もうオッケーです。頼む、歌うなぎ。歌うなぎ頼む。
さっきから牛タンいっぱいあげてるやん。そろそろ仲間になってもろて。ほんま。いや、やらんでいいか。ルルル、ジバちゃんやば。オッケーライス。あかんな。いいだな。いいよ、あかんな。いや、全然いねえ。さ、あ、あったあったあった。妖怪の気配、オッケー。あ、見せた。そっち行くんかい。あれ、どこ行った？あれ？ん？消えた！どっか行った！逃げられたかな？あ。あれ？消えた。あれ？消えた。あ、これ終わった。あら、やらかした。オッケー。頼むで。どこ？ん？ん？もうどっか行った。くそ！どこ行った？ん？どこ行ったん？は？見えてない見えてない。わかってないわかってない。入った。消えた。変なことした、したんなことしたんだな。オッケー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 。頼むで、歌うなぎ。次こそは来てくれ。頼むから。さっきから牛タンばっかあげとんねん、こっちは。これいいね。いいでしょ。なんか仲間なって。なーらら、歌ってる場合か。歌ってる場合かい。カラオケしてる場合かい。どこに寄せいだ。よーし、来た。歌うなぎ来た。これだ。よっしゃ、勝った。ふんふんふん、僕と一緒にデュエットしない？しようか。ラーラーみたいな、ラーラーラーみたいな。古くね。歌うなぎ、歌うなぎ、いいね。仲間にしよう。そしておまかせは土曜。土曜、土曜、え？土曜ワイド劇場な、違う、え？火曜か、え？うーな。うさ、うた、うたさん。うさたんじゃなくて。なぎ。なぎ。なぜなぎ。なぜなぎ。うたうなぎやから、うなぎの部分はね、どうしようかなと思って、うただけだったらカラオケキングとかでもいいかなと思ってんだな。思いついたのがさ、うなぎ。うなぎ。ふと思いついたの、今ふと思ったのが、AD0! AD0! AD0! え、ゼロ？え、なるけどね、AD0 です、AD0! 何を追うとするかは、ね。あなたの心の中に直接問いかけます。って感じですね。AD0。うん。AD0 です。AD0。ゼロやから。ゼロですから。苦しいわってね、話よな、ほんま。よーし、終わった終わった。